うわ、すごい。ポケカラウンジ？何するの？バトル？近未来感。モニターがいる。食べ放題？食べ放題、食べ放題。食べ放題？食べ放題。食べ放題。多分飲み放題。お酒もあるんですよね。これはちょっと使っちゃいます。危険ですよ。危険ですよ。お願いします。よろしくお願いします。すいません。なんか、いや、すいません。すごい人ですね。お願いします。すいません。ありがとうございます。あっちですわ。あっちに行きたい。スクランブルすぎて全然渡れない。あ、やばいやばい。もうこれなんですよ。ね、ただ入り口が、あ、そうですそうです。もうこの建物がリニューアルというか中身がリニューアルしてるんですけど。どうやってるのかな。なんかあの辺人がすごいいるけど。こっちかな。明日リニューアルオープンで今日はもう内覧会です。でも明日のリニューアルオープンもなんか整理券制度らしくてもう全然入れないらしい。すさまじい。レコ先生は結構渋谷とか来られますか？また来ないです。あ、また来ないですか？打ち合わせとか本当に仕事でしか来ないです。マナコさんってずっと中にいるイメージなんですけど、私もわかんなくて、マップで一生懸命探してやっとたどり着いたの。地元もこちらじゃないですか？あ、違います。私福島が地元で。何で上京してきたんですか？になりたくて。ここはカットで。あるある。最初はきっかけはそれで、そこから長く回ったんでしょう。なぜか知らないの。すごい、なるほど。ここめっちゃ聞きたいです。言いバレしちゃうんです。名前はどこですか？森原です。小学館の森原です。それではすいません、中の。ありがとうございます。すごいですね。してなきゃいけない。してなきゃいけないのかな。迷い、その勝手に入った人の帽子なんでしょうか、ね。どっかに。すごいですよ。本当、私もこんな、とんでもない。こういう風になんか部屋みたいな感じで全作品がわーって置いてある本屋さんっていうよりもイベントスペースとしてやるみたいです。ここは、この階は、この階は多分今後も、写真撮る、撮れるんだ。プリクラだ。どうなった？撮ります？撮りましょうか。撮れたり撮りますね。ベースはポートレート撮れるようにいいカメラで撮影するので、フレームどれか選んでいただいて、主人公にしよう。あ、少しお待ちください。ここで撮るので、はいはい、後ろよかったらおかけいただいて高さ合わせていただいてください。では始めます。2枚撮ります。こんな2人でこういうの描いたことないですね。あ、すいません。3、2、1。あ、いや、すごい。ポートレートだと700円ぐらい。こうなるキャラ、キャラ講談社さんの作品だから。めちゃめちゃ似た社。まさか今ここの写真を撮ったのが橘直美子だとは誰も思うまい。2階はスタバなんだ。そうですね、2階はなんか昔からスタバがあって、あ、でもなんかこうやってちょっと変わったんですよね。本当だ、こっちも綺麗、広い。でさっき無料券もらったから。
すごいですよね。近未来感、モニターがある。こういう、ね、フリースペフリーアドレスみたいな。これすごいですよね、このモニター。なんか映るんですか、ね、こういうなんかいろいろ常に音映すのかな。あ、そっか、シェアラウンジもあるんだ、すごいな。チェーンソーマンだ。こういう展示とか、すごいですね、これ、うわ、すごい、すごい、これすごい、ね、これすごい。え、売ってんの？いや、え、売ってないですか？これもう7分の1、びっくりした。さすがにとんでもない、あの大金持ちがたまに、ね、買うやつ。そうですね、すごい、すごい。フィギュアショップ、ね、売ってもいるっぽいですね。売ってますね、うん。あ、でしかもそもそもここ多分シェアラウンジだから、あのシェアラウンジ自体はそう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 、普通にここであの作業できる。すごい、ドリンク飲み放題のシェアラウンジとかツタヤ結構あるんですよね。あったあった、ね、そうか、そう、あれ便利。あるんだ、食べ物もきっと、ね、どっかで注文したらあるんじゃない、うん、あ、そうなんですね。ありがとうございます。自分でチンして食べるんだ。ありがとうございます、めっちゃ良い。あ、でここであれなんだ、自分で冷凍して、はい、取って、あれなんすか、牛乳って食べるやつ、あの普通に乾き物、えこちらのバーって食べ放題、食べ放題、食べ放題、え、食べ放題、食べ放題、めっちゃそういうの楽しいですよね、食べ放題、食べ放題。で何か購入して、あ、てか多分ここを使うっていう定額を払ったら、うん、あ、食べ放題、あれも飲み放題、多分飲み放題、お酒もあるんですよね。え、あまりにも良い反応。私がドヤ顔みたいな、そんな、ね、お酒飲むのいい、すごいですよね。これはちょっと使っちゃいます。危険ですよ、危険だと思う、ずっといっちゃう。やります、カフェとかでプロットとかは考えますけど、ここはちょっと危険、やばすぎ、食べ物がありすぎて、しかもそのね、こういうのって冷凍食品やばいですよね。楽しい、超楽しい、ピの箱で出したい、これはやばいな。私前来た別のとこはこんな冷凍食品もなかったんで、冷食あるのやばいですね、これ入れますね、これはダメだ、うん、たこ焼きとかあるもん、これはダメだ、いっちゃうな。あ、でもここシェアラウンジなのか、綺麗、あ、おしゃれ、へえ、綺麗ですね。あ、ここはなんかね、またシェアラウンジで本も読める、本も読めるみたいな、まあ、売り物だから多分めっちゃいい買いなんでしょうけど、売り物、有料席か、読めるタイプの本屋さん、したらこれもあれなんですか、多分読めると思う、めちゃくちゃいいんだ、スクランブル交差点を見下ろすことができる、座ってみていいですね、座りましょう、せっかくだから、これ、うん、人がゴミのようだができますよ、マジで、ま、私こういう硬いソファーめっちゃ好きなの、沈みすぎないやつ、私沈みすぎないやつ、ここさっき私たちが通って、あ、通ってきたとこです、スクランブル交差点、大きいとやらちょっと高いんですね、多分そうですね、でそれだったら、まあ、借りちゃえばその他の人に、そうですね、邪魔されるんじゃないですけど、うん、なるほど、便利ですね、ね、そうなんですよね。あ、でコケもコケあのカードのラウンジ、いや、やばいですよねこれね、へえ、ポケカラウンジ、ポケカ、私ポケカしないから分かんないけど、やると何するの、バトル、あれどうなったやつ、バトルするんじゃん、すごいかっけー、すごい、ポケカ、お子さん151匹までしか分かんないから、私もギリルギア、ルギア、ルギアとか金銀ありませんでした、え、
もうその辺は分かんないです。じゃあ本当に2までじゃあマジで150です。その後にトミヤピーみたいなの出て、あ、そうそうそう、あ、この辺られないかな。でもギリギリ何匹かが分かる。ピチューとかね。ピチュー、そう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 、うん、ルギア。ルギア。ルギアいましたよ。結構有名な。なんか鳳凰とかいたじゃないですか。鳳凰。あの強い、めっちゃ強いポケモンみたいな。ファイヤーサンダー。あ、そう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 、うん、あ、そうだ。そのファイヤーサンダー。リーザー。フリーザーの続きみたいな。続きのやつの強いポケモンがルギアとか鳳凰とか。もうそれで私も終わりです。何も知らん。ねえ、楽しかったよな、うん、あ、ここが多分それです。6階？はい、来た。ここが、そのメタルの、すごい三又さんいらっしゃるかな。すごい、めちゃすごいですよ、このすごい、コーナー。あ、もう、弦が無限にかかってくれ。恥ずかしいですね。だってここ全部ホタルの弦がですよ。そうなんです。わー、どこまで飛んでいくの。もう渡したやつ全部飾ってくれてるかも。あっちからホタル。すごい。そこにぜひ立ってください。記念写真撮っとく。はい。わーい。上も含めて。うわー、すごい。いや、すごいですよこれは。家出中なんです。スワロテイルが帰る場所なので。スワロテイルが屋敷の敷地内にできてから16年近く経ちます。すごい、一度もお顔を見せてくれ。私たちはそう、家出中そんなに良くて話してる方があるんでしょうかね。そういうことなんですよ。これを気に入ってきてもお顔を見せてください。ありがとうございます。あ、あった、すごい、これ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 です、これです、これです。そうそう、これこれこれはこれ書き下ろし最近の覚えてた。あ、すごい。すごいですね。この辺のこのイラストが今回の書き下ろしなんですけど、これまでのグッズも全部置いてくれてるんですよ。前買えなかった人も。なんか見えないけど、そうそうそう、何が当たるか分かんないんですよ。だけどめっちゃ怖かったから私もめっちゃ食べてるし、あと実際このバッグ使ってるし。あ、それあ、そうです、これ。お、本当だ、今日地獄の。そう、全部つけてやった。食券乱用して中身入れなくても重そう。あ、俺子さん、ありがとうございます。今回の企画を全部してくださった。はい、ジャパン屋の島田さん、はい、ありがとうございます。千葉のオレコです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、いろいろとありがとうございます。すごい嬉しい。こんなもう、あ、ちょうどちょうど大画面小さな夜が降れてめちゃくちゃいいですよね。これめちゃ良ですよね。めちゃめちゃに良い。こんな大きい画面で見るの、ここだけ。あ、これが出る。ありがとうございます。今電源が外れます。あ、ありがとうございます。よかった。これオレコさんの執筆風景。本人の手。
お会いしてます。いや全然お会いしたことないんですけど、裏側見てます。うわー怖い。すいません、裏側見てます。裏側の撮影ですよね。関谷さん YouTube の仕事場で YouTube を見てくださってるんですって。それで今、すいません、もうあのキャラの例えめちゃくちゃ使ってます。マジですか。寂しがりだとキャラにならないけど、はい、そこからのアクションによってキャラクターになる。こんないい思いできる日が。自称ではなく、自称の大きさで人が動かないみたいな、はい、いやー言ってよかったな。いっぱいいっぱいだったんですけど、見たかったっす、ね、そうですね、フルで見たかったですよね。かなりカットされてるところが、そうですね、数分、はい、しか映ってないから、言ったこと資料あるなと思って、お金取ろうかな。俺たちあそこの資料を少しずつ拡大してこんなこと書いてあったって読んで、めっちゃ資料本当ですか。本当に嬉しいです。なんか恥ずかしいと思いながら、あ、なんかいろいろ情報交換とかさせてください。本当にそれはぜひ連絡させていただきます。ありがとうございます。すごい、こんなことあるんですね。すごいな、びっくりした。 YouTube すごいな、まさかこんなことが。やばいやばい、変なことできない。芸能人挙動不審になってしまう。スタバって久しぶりに飲むと美味しいですよね。うん、おいしい、これ、うん、オリーブオイル入ってるやつ、うん、そう言われてみれば、あ、ちょっとめっちゃ首とかにいろんなとこに、そう言われてみれば、あ、ちょっとめっちゃ首とかにいろんなとこに、午前中ヘッドスパ行ってた。すごい、ヘッドスパめっちゃ好きで、はい、健康一回終わるのえらいえらい。あのコメントでも書かれてましたもんね、ご褒美ヘッドスパやっぱり気持ちが良いです。めちゃくちゃ気持ちよかった。ポルコさんってさ、美容師資格も持ってるんですか、うんうん、やろうと思えばヘッドスパみたいなマッサージもできるんですか。今習ってはいない。やっぱりあるんですよ、うん、いやご褒美絶対大事ですよね。いや本当に今日はだから休み、オフの日ですね、うん、作業デイではなくて、まあ、打ち合わせあるけど、すごい素晴らしいんだろう、うん、こういうとこ来る。そうですね、なんか好きなんだよな。わかるわかる。あとなんか見たことない人がいるっていうか、あ、そうそう、はい、闇の世界で仕事限られた人数で見てか、さっき一人だし、いや、ほんと一人で、限られた人数どころか一人ですもんね。次からこれにしよう。オリーブオイルって聞いたときちょっとびっくりしたけど、今私美味しいんですよ。しかもこう罪悪感ないっていうか、オーツミルクだし、乳脂肪分じゃないです。そんな気がするだけですもんね。オリーブオイルだって言ってたから、甘い油だって。でも最後のギリギリのその最後の抵抗でさっきシロップ抜いたんで甘くないから。この後、うん、どうします、空鉄で打ち合わせしよう、うん、どこでもいいです、ね、よいしょ、パーティーだ、パーティーだ、カラオケで唐揚げとポテトとジュース最高。2時半から3時に起きて6時40分まで仕事して、そこから朝ごはん作って子供を送り出して、でも刺激を求めていろんなことしちゃいますね、漫画以外にも。とか、ここは大丈夫ですか。大丈夫なんじゃないですか。うん、全然全然。